リバタリアニズム、リバタリアニズムは個人的な自由、経済的な自由の双方を重視する自由主義上の政治思想、政治哲学の立場。新自由主義と似るが、これが経済的な自由を重視するのに対し、リバタリアニズムは個人的な自由も強調。他者の体や政党に所有された物質的、私的財産を侵害しない限り、各人が望むすべての行動は、 基本的に自由であると主張する。日本語においてもそのまま、リバタリアニズムと表現される場合が多いが、様々なニュアンスを持つ、リベラリズムと区別する意味において、単に自由主義と訳されることはなく、完全自由主義、自由市場主義、自由一主義など、多数の訳語が存在する。また、リバタリアニズムを主張する者をリバタリアンと呼ぶ。なお、哲学。 神学、刑事上学においては、決定論に対して、自由意志と決定論が両立しないことを認めつつ、非両立説、非決定論から自由意志の存在を唱える立場を指す。この意味では、日本語では自由意志論等の形に訳されることの方が多い。リバタリアンは、権力は腐敗する、絶対権力は絶対に腐敗する、ジョン・アクトンという信念を持っており、 個人の完全な自治を標榜し、究極的には、アナキズム同様、国家や政府の廃止を理想とする。また、自立の倫理を重んじ、献身や軍務の強制は、肉体、精神の搾取であり、霊獣と同義であると唱え、徴兵制に反対する。徴税は、私的財産権の侵害とみなすので、税によって福祉サービスが賄われる。福祉国家は、否定する。 なお、暴力、詐欺、侵害などの他者の自由を制限する行為が行われるとき、自由を守るための強制力の行使には反対しない。自然権的リバタリアンと帰結主義的リバタリアンなどに分類される場合がある。アメリカ合衆国では、選挙年齢に達した者の,のうちの10%から20%がリバタリアン的観点を持っているとされている。リバタリアニズムでは、 私的財産権もしくは、私有財産性は、個人の自由を確保する上で必要不可欠な制度原理と考える。私的財産権には、自分の体は、自分が所有する権利を持つとする自己所有原理を置く。ジョン・ロック私的財産権が、政府や他者により侵害されれば、個人の自由に対する制限もしくは破壊に結びつくと、し、政府による、徴税行為も、基本的に否定する。 法的には自由とは本質的に消極的な概念であるとした上で自由を確保する法思想法の支配を追求する。経済的には市場で起きる諸問題は政府の規制や介入が引き起こしているという考えから市場への一切の政府介入を否定する自由法人主義レッセフェールを唱える。マレーロスバードによると自由とは個人の体と 正当な物質的財産の所有権が侵害されていないことという意味である。またロスバードは犯罪とは暴力の使用により別の個人の体や物質的財産の所有権を侵害することと定義した。またロスバードは古典的自由主義者が使用してきた積極的自由の概念は所有権の観点から定義されていないので曖昧で矛盾に満ちており私的な混乱と 国家や政府が公共の福祉や公の秩序を理由に個人の権利を恣意的に制限することを許すことにつながったとして批判している。マレー・ロスバードは万人のための平等な自己所有権を否定した場合の二つの論理的な選択肢を検討し万人のためのセントの自己所有権だけが唯一正当化可能な普遍的倫理であると結論した。 また物質的な財産についても同様に最初の占有者がその物質的な資源の所有権を獲得することを否定した場合の二つの論理的な選択肢を検討し最初の占有者がその物質的な資源の所有権を得ることだけが唯一客観的に正当化可能であると結論した。ハンス・ヘルマン・ホッペは人々の間に恣意的で 主観的な分類的差別を作る規範は客観的、真主観的に正当化されることはできず、それゆえにすべての人に等しい権利を認める規範だけが正当化されと述べ、次に、立論には彼の体の使用を必要とするので、彼の体を彼の意志のみで使用することを許す、自己所有権原理と両立しないすべての規範を主張する人は、もし人が本当に、 彼の体を彼の意志のみで使用する権利を持たないならば、彼はそれを主張することさえ許されないはずであり、このような主張を行う人はそれを主張するや、否や彼自身の主張に反す行動をとっており、実践的な矛盾に陥っていると指摘し、それゆえに、すべての人の平等な自己所有権を認めるリバタリアニズムだけが、先見的に正当化されるとした。また彼は同様の推論から、 最初の占有者がその物質的な資源の所有権を獲得するとする財産原理も矛盾なしに意義を唱えることはできないと主張する。リベラリズムは自由の前提となるものを重視して社会的構成を掲げるためリバタリアニズムと相反する。例えばリベラリズムは貧困者や弱者がその境遇ゆえの必要な知識の欠如あるいは 当人の攻めに返さない能力の欠損などによって、結果として自由な選択肢を創出することを防ぐために、政府による富の再分配や法的規制など一般社会への介入を肯定し、それにより実質的な平等を確保しようとする。しかし、リバタリアンは、徴税によって富を再分配する行為は、公権力による強制的な財産の募集であると主張する。 曰く、ビル・ゲイツやマイケル・ジョーダンから税金を重く取り、彼らが努力によって正当に得た報酬を人々へ勝手に分配することは、たとえその使い道が道義的に正しいものであったとしても、それは権利の侵害以外の何物でもなく、そうした行為は彼らの意思によって行われなければならない。すなわち、貧困者への救済は国家の強制ではなく、 自発的な仕組みによって行われるべきだと主張する。リバタリアンの主張では、リバタリアニズムとは、経済的自由と、社会的自由、個人的自由、政治的自由を共に尊重する思想であり、リバタリアン右派思想家による、右のノーランチャートによれ、社会主義などの左翼思想は、個人的自由は高いが、経済的自由は低く、保守主義などの右翼思想は、経済的自由は高いが、 個人的自由は低く、ポピュリズム。ここでは、原因主義や全体主義などを指すは、個人的自由も、経済的自由も低い、という位置づけとなる。リバタリアンの多くは、経済的自由と政治的自由の両方を重視するため、様々な国営化や計画経済も、ファシズムや軍国主義などによる、統制経済や、開発独裁も、いずれも、経済的自由が低い。 中産主義であるとして批判し、同時にまた、旧東側諸国などの一党独裁も、ファシズムや軍国主義などの言論統制も、いずれも政治的自由が低い、全体主義であるとして批判する場合が多い。左翼から、リバタリアニズム右派へは、弱肉強食の強欲資本主義である。右翼からリバタリアニズムへは、右派、左派ともに、伝統的価値や、社会の安定を軽視しているなどと、 されるることがあるまた、社会的自由をも尊重する立場であるため、家族や性道徳などに対する保守的な価値観を重視する新保守主義とも異なる。アナキズム、無政府主義は多数の思想潮流を含むが、どれも国家や政府を廃止することで自由や平等を最大化する思想のため、リバタリアニズムと密接に結びついている。 自然権的リバタリアンと帰結主義的リバタリアンとの違いは大まかに言えば自由を正当化する根拠の違いである。自然権的リバタリアンはロック的伝統に則り自由を不可侵な自然権としての自己自身への所有権として理解する。他方で帰結主義的リバタリアンは功利主義的観点から自由を支持する。相互の不可侵な自由が確立されている状態でこそ 社会全体の幸福が最大化されるのであり、政府などによる意図的な規制、干渉は自然な相互調整メカニズムを混乱させ、事態を悪化させると考える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。